まいったな仕事はまだだな。いつスタートするかわかんねえな。ほんとどこだよな。始まってんの、どうなの、始まってんの。さてと、あれちょっと待って、陽性チャンネル、いや陽性チャンネル、あれおかしいおかしい、あれあああ失礼いたしました。SG チャンネル、やっと SG チャンネル、はい、第17回、はい、始めていこうと思います。はい、始める前にですね、はい、機材トラブルによりまして、ちょっとあれですかね、カメラこっち向けた方がいいですか、ね、はい、大丈夫です。機材トラブルにより、放送時間とコミュニティが変更になってしまいました。はい、申し訳ございませんでした。はい、ではでは、はい、もう、あれですかね。もう見れてる人も。見れてる人はいらっしゃいますかね。はい。では、ね、じゃあいるという前提でいきたいと思います、はい、ちょっと僕らちょっと今米火が見えない感じなので、コメントがいるかどうかわからないんですけども、YouTube の方に録画してもらいますので、はいはい、このまま続けたいと思います。はい、お願いします。はい、ということで、第17回 SE チャンネル、はい、今日も頑張っていきたいと思います。はい、久々の放送です。そうですね、ゴールデンウィーク明けました。自己紹介してない。あ、そうでした。はい、MC のしゅんです。イエーイ、ありがとうございます。店員のゆうです。イエーイ、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ今日はね、スペシャルゲストも、はい、お迎えしての放送になりますので。まさかあの虎みたいな人ですか。それはどうか分かりませんが、はい、まずは、いつも通りね、はい、新着情報、はい、新着情報やりたいと思います。はい、ね、今日も生かした新商品が、うん、そうですね、今日入ったばっかり、お、CLYW 来ましたね。イグルこちらですね。どん、イグルこちら、うん、はい、マイケル・カーティ選手の、はい、シグネチャーモデルのヨーヨーになりますね。はい、はい、こちらが今日、ウェブの方も販売になりましたし、秋葉店の方も、今日夜からも販売になっているので、はい、サンプルは、少々お待ちください。メーカーの方に、はい、メーカーから届く予定ではありますので、はいはい、少々お待ちください。マイケル・カーティさん選手というのは誰ぞやという方はですね、うん、検索すれば YouTube に大会の動画とかクリップとか上がってますんでね、はい、ちょっとあのパイナップル気味な頭のプレイヤーですのでぜひぜひ見てください。技がすごい ね、 なんかね、ダブルウィップっていうのか、ダブルフーディニーウィップっていうのかな、なんか結構音ハメがしてる感じのね、フリースタイルですごいすごいかっこいい技やってるんで、うん、ぜひぜひ見てみてください。はい、はい、でこちら入荷しましたと、ね、スピード感ある感じでいきますよ。はい、あとは、ターニングポイント、ターニングポイントからアウォークンアヌビスアウォークンアヌビス、yeah。 はい、今前までね、アヌビスという、はい、ヨーヨーがあったんですけども、はい、それのさらに進化系ということで覚醒しました。はい、こちら入荷しました。アウォークンアヌビス、はい、何が変わったのっていうと重量ですね。はい、はい、直径、幅などは変わってはおりません。これね、よく見るとですね、あのですね、このリム部分のですね、ここがねちょっとね厚くなってるんですよ。うん、見比べるとね分かるんですけども ね、うん、はい、厚くなってるんで、まあ、その分重くもなってますと 1g ぐらいかな。はい、僕もね、はい、ちょっと振らせてもらったんですけど、はい、まあ、投げ出しは通常版のアヌビスと変わらない感じですね。うん、非常にストレスのない振り心地で、もともとの、ね、アヌビスも見た目大きいんですけど、振り心地はすごい軽いフィーリングなので、うんうん、なんか見た目とは違う感じで楽しめるヨーヨーだと思います。はい、はい、いい意味で裏切ってくれるんじゃないかなという感じですね。はい、はい、こちらちょっとね、アオークンアヌビスと、まあ、通常のアヌビスもうちょっとサンプルはないんですけども、うん、ゲットしてください。はい、はい、12コンボで最大倍率400倍ということで、はい、あとはね、普通のアヌビスも新色が入りましたし、はい、あとはシェイクはいはい、の新色も入りました。お、はい、おお、そうなんですね。はい、それはね、インスタとか、はい、まあね、ブログの方で、はい、見ていただければと思います。はい、ずいぶんサクッといくね今回は。そうだね、ちょっとゲストさんが来てるので結構前もってね、うん、告知もしてたんで、うん、はい、どうしよう、これコミビューとか見れませんか、ね、僕ら見れますかね。はい、まあまあまあ、まあ、はい、お願いします。はい、ということで、じゃあ続いて、まあまあまあ、ゲストさん、はい、わかりました。あとはね、いろいろゴールデンウィーク中いろいろ入りまして、はい、スーパースター2016、うん、あのバイメタルのやつですよね。あとアイオーヨーの、はい、ね、新しい仲間入りしたブランドのヨーヨーだったり、はい、あとはヨーヨージョーカーからスティンガーも入りました。うん、あと言い忘れました、はい、ターニングポイントも、ターニングポイント2新色一色入りました。お、人気ですね、うん、いろいろ入りますね結構、うん、ゴールデンウィーク期間は、うん、
ドドドッといろいろ入りましたね、はい、うん、ゴールデンウィーク期間忙しかった？そうですね、おかげさまで、うん、あとは、ゴールデンウィーク中はね、なんじゃこりゃ福袋を、ね、店舗でしかやってない福袋、はい、でこちらまあヨーヨーはもちろん、ヨーヨー2個入ってますね、バタフライ型とスタンダードな形、うん、あとコマ、うん、お手玉、お手玉、まあ、ジャグリングボール、うん、あとはけん玉、はい、あとはキューブ、もうスキルトイ詰め合わせセット、うん、全部入ってるね、うん、こちらはね、ゴールデンウィーク中販売してたんですが、はい、まだあります。ぜひプレゼントなり何なりとゲットしてください。はい、ということで、はい、あ、コメント来てますね。あ、はい、ありがとうございます。見てますということでね、ありがとうございます。はい、はい、ではゲストさん呼んじゃいましょうか。呼ばない？いいんですけど、いや、なんか心なしかしゅんくんテンション低いなと思って。どうしたの？いつもこんなんじゃない？いや、ハイテンションしゅんくんはどうしちゃったの？ハイテンションしゅんくんは罰ゲームで負けないと出ないから。はい、というわけで、ね、まあ、そんなゴールデンウィークで、ね、はい、いろいろ忙しかったと思いますが、しゅんくんはですね、いろんなところで、まあ、イベントやらやってきたということで、池袋の方で、はい、それもね、あのゲストさんを招いてお話ししようかなと思いますので、じゃあではいよいよ、はい、ゲストの方に登場していただきたいと思います。では、はい、今日のゲストは、はい、小林聡さんでーす。よっ、パパパパー。本名で。あ、やあ。やあ。いや、あれ、この人は小林聡さんなのかい？旬だよ。イエーイ、旬だよ。今日はお忙しい中来ていただきました。どうぞ。あれ俺が呼ばれたんだよ。じゃあ一回派遣ましょうか。あ、そうなの？はい。今のはヨースタマンというね、九州の名物、小林聡さんでーす。どうも、小林さんでーす。はい、小林でーす。はい、旬、あ、逆だった、こっちだ。旬です。旬でーす。どうも、すみません。どうも、どうも。いや、ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。もう、久しぶりですね。久しぶりです。SG、ね、トークでは、こんなにいっぱい喋ってくれるんですよね、今日はね。喋る。いいの、うん、いいですよ。もう、喋りますよ。ガンガン言っちゃってください。ひろこばくん以来ですね。あ、そうですね。ゲスト呼ぶの、うん。あ、そうなんですか。ちゃんと、正式なゲストでは、2人目でございます。あ、ありがとうございます、はい、とりあえず録画で見てる人に、はい、今日はちゃんと雨が降ってるっていうのを伝えといてください。東京雨です。やばいっす、ね、俺秋葉原の駅降りた瞬間雨降ってたからもう傘持ってないからどうしようかと思って天性の雨男なんですかね、ちょっとね、才能ですが、まあ、あの今日はね、小町さん、いろいろ話したいことがいっぱいあるので、はい、ありがとうございます。そうですね、まずは、今回ゴールデンウィーク、浜松ヨーヨーコンテストでは、でね、うん、MC をしていただきまして、うん、ありがとうございました。であとは、ね、ゴールデンウィークビッグカメラさん関東の、ね、はい、方 で、 そうです、ね、池袋店さんと有楽町店さんの方で店頭イベント、はい、やりまして、うん、池袋は僕と小バッチさん、はい、で有楽町はタカさんと小バッチさんでやりました。それのね、それも写真を見たい、見たい、見たいですね。で、はい、あ、誰撮ったの？まずはトーク、まずはハマコン、あ、ハマコン、あ、順序、順序、順序、はい、順番にね、はい、順番に行きましょう。日程の順序として、はい、では浜松ヨーヨーコンテスト2016、お写真ですね。はい、すごい、おなじみの、うん、バナーでございます、ね、すごいですよね、このバナーは、ね、初めて、あ、初めて来ましたね。僕は前回来ましたね、うん、浜子もね、いい大会です。本当にすごいですよ。そうですよね、うん、集まる人数が、うん、あ、小橋さんギブスしてないですね。小橋さんじゃないです。俺じゃない、俺じゃない。店長さんギブスしてないですね、店長、元気な頃の店長なんですね。リクリエーションさんのブースがありましてと。いやいやいや、大丈夫大丈夫、健吾がくつろいでおりますね。これ、ね、これでも一見去年というか前回とあまり変わらないというか、うん、いつもの写真みたいな、ね、あ、そうなんですね、見えますけどね、はい、これはすごかったですね、うん、あ、こう僕言ってないからわかんないですよ。あ、もう小バッチ MC してたんですね。そう、 MC やったりとか、うん、まあまあ短劇くんとか、短劇じゃない、すっきりくんとかもやったりとかね、はい、やってたんですけど、すごい1111こう、ヨースタと比べてライバルシーン小バッチが、ね、やめなさいって、だからドイリレーヨーとかパクロー、絶対パクローと思ってますから、ね、あー、よ、ハマコンすげえなーって、ほんとすごかったんですよ。いや、あの、ヨースタと比べてすごいなーっていうのをいつも、いや、だからうちはもう比べるのも値しないぐらいしてるんですけど、うん、いや本当素晴らしかったです。ヨースタはヨースタですごいですけど、はい、あんまこのね、大会の様子ですかね、実際の演技の、はい、あ、そうですね、あ、これポンちゃん、ん、これ、あ、本当だ、ポンちゃん、これあれですね、あの石原大サーカスのあれですね。そうですね、はあはあ、あ、これはほら、あ、これ天の声さん、天の声、天の声さん。パフォーマンス、なんかフリーパフォーマンスみたいなやつですよね。あ、そうですね、あ、そうですね、あ、これミーム、はい、ミームですね、ミームだ、綺麗なフリースタイルしてましたね。あ、そうですか、いいフリースタイル、綺麗だった、本当に横から見て綺麗だった。ハマコンは3分じゃなくて2分なんですよね、写真もいい、ね、時間が、はい、あ、アイム君ですか、あ、それアイム君前に2分になったんですか、
前から2分です。前から2分です。で動画の方も、まあ、YouTube に公式から、うん、あ公式じゃないや、あのポコポコ上がってるみたいな。あ、はい、あこれ主催の社長ですね。社長すげえなと思うんだよな本当。今回あれですね、スベモンが最後だったから社長が最後で締めた。ライバル心むき出しの T シャツを着てますね。いやおっしゃるって。いやいや、そういうわけじゃなかったのよ。そういうわけじゃないんだけど。あ、これは、あ、これは腕相撲ですか。腕相撲、あ、やばい。その瞬間、あ、これジャグリングドラゴンの氷河くんっていうパフォーマーですね。あ、違うんですね。なんかいろんなイベントがあったんですね、パフォーマンスの。あ、出た、もちろん。これは気持ちよかったな、投げたけど。僕もね、前回投げさせていただいて、いやすごかった本当に。これ逆になってますね。これ、これはビッグカメラですかね。違いますね。これはコマハクですかね。あ、コマハク。コマハク。はいはい、ぐっちゃ逆さまですね。失礼しました。ちょっとあの逆立ちしてご覧ください。この2日後が JOIC ジャパンオープンヨーヨーチャンピオンシップ2016中部地区大会だった。あ、これあれです。僕喋らせて、僕、あ、僕っていうか、あのあれですね。高橋さんがあのあれですね。あ、コマの検定試験を。あ、試験受けてるんですね。受けるって言ってましたもんね。はい、コマのおじさん。この時点で日本最高位の8段を取って、次の日に9段が更新されたと思う。はい、これ児童館。児童館に急に呼ばれていて、名古屋の、はい、中川保育所に呼ばれまして、はい、ちょっとヨーヨーとかしに来てよって言ったら、僕ヨーヨーじゃなくてコマしか持ってなかったんでコマをしに行ってまいりました。でもあの、はい、あの衣装いいですね。そんな感じですね。あれ俺好きだなと思う、はい、あの桜のね、はい、あれいいなと思って見てましたけどね。はい、これが前半浜前半戦浜コンの様子でした。浜コンから名古屋と、はい、で1日浜コンが5月1日に終わって、うん、で翌日中日が移動日があっての中部中部ですね、うん、JOIC、 JOIC、 はい、JOIC の様子もあるんですか。ありますか。ある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 あ、うん、それもある。まあ別にあのパッとなければ全然これに関してはね、お、赤くなりました。赤いですね。赤いですね。もう真っ赤に燃える闘志をね、日の丸のちょうど中心部を映してる。あ、出ました。 JOIC です。 JOIC ウィンク愛知のショーホールでやりましたね。はい、3年前に JN やった場所。あ、そうなんだ。はい、まあ、あと健吾とね、ひろゆきのホームなんで、うん、かなりアットホームな感じで。そうですね、はい、中部勢がね、同窓会やってました。なんか当時の曲で、当時の振りをやるっていう。僕とね、ゆうくん愛知なんで、写真ちょっと見たら、うん、あの懐かしい顔がいっぱい、うん、出るかもしれない。城代君が若手組みたいな、うん、この3人が並ぶってのはすごい、主催のね、3人です、うん、ひろゆき、健吾、高さんと。まあ、ミニコンから始まりましたね。ロングスリーパー5秒に始まり、あ、5秒ジャストですね。あのひろゆきがギネス記録を持っているイーライホップ対決やら、九州の地区大会の時は、うん、あの、うん、タカさんが結構あの、あ、ループ2連覇しました。まだディフェンディングでございます。主催が勝っていいんだな。主催が勝つためのミニコンなんで、はい、まあ、でこんなバンバンブースもね、はい、やってます。各スポンサーのね、商品を厳選して紹介してますね。すごいな。魚、うん、魚は浜コンからかな、うん、まあまあまあ、そうそうそう。あとあれね、ステップアップキャンペーンが始まったんで、ダンカーの商品がかなりこの時から買い得で、うん、もうあの浜コンの時点でスカイホーク売り切れてしまう。これはシュトルムパンツァーですかね。これはシュトルムパンツァーさんですね。あれ、マウスパッドのあれ、パクファやばいんですよ。パクファパクファやばいんですよ。あ、パクファ、何がやばいですか。はい、何がやばいの。わかりません。すごい使いやすい、すごい使いやすいです。なるほど、まあ。おまけもやばいですけど。あ、これね。なんかこれインスタとかツイッターですごい上げてましたね。健吾ちゃんに振らしてもらったんだけど、ちゃんと回るんだよね。そう。ヨー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 。重心計算されてて、ちゃんとしたヨーヨー。本当に回るのよ。ビクリーが作ってるんですか。はい、くまめちゃんとのコラボ、ちゃんっていうなんか人気のキャラクターを、はい、コラボレーションで作ってますね。どうしたんですかこの腕。これ腕落ちちゃったんですね。なんかあったんですかね。ハマコンの時にね、腕相撲対決があって、その日は痛いだったんですけど、次の日に病院行ったらちょっとね、はい、あら、カズくん、カズくんが出てる、出てたんですね。カズくん防衛ですよ。あ、九州も来てた。あ、そうだよ、安定感出てます。はい、すごいな。そうそう、だカズくんと大和くんは2大会連続出場してますんで。はい、ヤマト君のフリーすごい。スイッチもミナト君ね。あ、ミナト、あ、ミナト君ね、うん。いい感じですね。今回溜めて乗せる系が2つバリエーションが増えてますね。あ、アイムも。はい。アイム君もハマコンもそうで。アイムはフォエでね、市内使って出てますね。うん。はじめ君。はじめ君もチームホーネット、うん。はい。いい感じで。ハマコンピカチュウだったんで、早くピカチュウで行くところを金子師匠に止められたらしいんで。はい。ポン様、あ、ポンちゃんなんだこれ。ポン様もね、はい、あのちゃんとアキラ君、アキラ君がやばかったね、うまくなりましたね、ループ綺麗で、めっちゃうまいですね、もう、はい。あれ、トヨ先生じゃん。はいはい、トヨ先生、ハマコンお疲れ様みたいな。トヨ先生ですね。これは海外の、あ、
あ、海外選手もいたんですね。はいはいはい、台湾から。模様、浜場に引き続きですね。はい。そこのメンバー、すげえ豪華だなこれ。マロンですね。あ、マロンちゃん。マロン、マロンちゃん MC やったんですよ。あ、違うの。MC もやりました。あ、こんな感じで。すごいすごいすごい。80名強ですね。なかなか、はい。すごいすごいすごい。はい、という事故でやりました。はい、ジェイオワイシボケとしておっさんを捨てなんてことだね。チーム大会でございました。お疲れ様でしたね。で、次はどこですか。ジェイオワイシ今のところは予定としては次の大会ですか。次の地区、次の地区大会は、次の地区は9月に東京を予定しています。東京大会は、はい、東北と東京は多分9月、東京はお手伝いしますよ。ありがとうございます。だって他行けなかったから、うん、あのご協力的に MC をやっちゃう。いや、あ、もうぜひですか。いやいや、わかんない。あの、先に止めときますね。あの、コバッチだけちょっと某業界向けになんか発表されちゃってるんで、コバッチだけ知らない情報知ってるんですよ、他の人。そうそうそう、ちょっと先にリークねされちゃっててね。結構でかいでかい流れなんで、はい、はい、ちょっと東京の大会は、ね、別格。まあまあ、皆さん今後の情報をご期待くださいということで、はい、まあまあ、ご期待くださいということですね。はい、ご期待。はい、すごいことが起きるよ。はい、まあそんな感じで、ビッグカメラさんのね、そうね、もうこの制御っていうか店の力の入れ具合がすごかった。あ、これ有楽町になっちゃってますけど、これ有楽ですね。有楽町、有楽ちょっとプラレールの前でやっちゃったんで、順番逆にしちゃったかもしれない。あ、逆にしちゃった。じゃあまあ、じゃあ高さんがの方やってる。あ、完全に有楽ですね。なんかこの日完売したんですか。完売しました。おお、すげえ。ステップワン完売、プロ Z 完売。いや、うまい、高さんがうまい。なるほど。もうイベント MC 久々やったんですけど、もう全部助けられましたから。ああ。もうだ、それでは参りましょうって言えないんですよ。一回も出ない。一回も出ない。次は振らないと。そう、振ってもらいたいんだけど。そうですね。高さんに小バッチさんから両方喋るタイプだから。あ、そうそうそう。とんでもないですよね。最終的に小バッチがパフォーマンスして子供を捕まえるっていう。持ち上げてくる。逆転現象が起きちゃったっていうですね。起きてました。僕がこう現場を見て。下のあのヨーヨーっていうあのあれも全部作ってくれた。あ、そう。あ、すごい。あれすごいいいですね。で、上にあのね、高さんのあのデモンストレーションのポップが、はい、あ、上ですね、はい、これあって、はい、でも場内でね放送して、で店内ではの、はい、同じフロアであの来て主任自らね、スカレーター行って、してくれて、あ、これが、はい、あ、ちょっと横ですけど、あ、出ました。これ重機のヨーヨーをやってる重機の裏なんですよね。階段から上がってきたらこれが見えるんですよ。僕ら終わってから気づいた。終わってから気づいた。これがね、ちょっと横になってますけどね、ちょっとモニターがあって下もね、こうやってこれすごいですよね。これもう売れた後だから、ほら抜けてるんですよ。抜けてます、だいぶないですね。ちょっと棚が寂しい。こんな感じ。カリスマカリスマ旬ワンマンショーって言わないよ、なかなか。ハイパー時代のファンも来てたからね。そうそうそう、なかなかびっくりしましたね。ありがたいこと、ありがたいことです。ありがとうございます。あ、これこうやってわざわざね、ポップをね、そう、ポップを作ってくれたんですよ。作ってすごいね。これね、横に穴が開いてるんですよ、重機に。はいはい、で、要はあの旬の下穴があるから、横の差し込みで開き、あの閉めるようにちゃんとサイズ切ってやってる。あれすごかったですよね。あれありがたいですね。あれはびっくりした。カリスマ、カリスマどうでした。カリスマどうでした。いや、もう3年ぶりぐらいでああいう店頭のイベントだったんでそうだ、ね、ちょっと緊張はしたんですけど、まあね、体験してくれる子もいて、興味持ってくれる、ね、人も多かったんで。売れたもんね。売れましたね。売れたね、うん、売れたね。ただのサラリーマンのおっさんみたいなでも、いや、そうなんだけどね。関係者の人、うん、お店側の方も喜んでくれてたので、そう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 、今後もなんかいろいろできたらやりますよ、うん、ステージだけじゃなくてインストアも、ね、そうそうそう、大事にして直接触れ合えるんで、うん、はい、これからフレンドリーな瞬間見れるかなと思います。そうそうそう、はい、そうやっちゃいますよ。ベーじゃなくて、ベーじゃなくて、おいちゃんも動いちゃいますね。これカリスマなんだから、ちょっとしっかりしてください。カリスマしっかりしてくれないと。痩せる痩せる痩せる太った。テキサスカーボーイがね、ちょっと重いから。あ、なんか情報によるとなんか修正かかったっていう話なんで。何それ、フォト修正、修正グラビアかいいようにしますよ。ごめん、いらんこと言うたから。ごめん、はい、はい、そうですね、はい、まあ、これはね、いろいろゴールデンウィークにあった出来事ですね、うん、はい、うん、で、まあ、小林さん今回ゲストで招いたのは、今あの普段もともとはね、九州に、うん、お住まいがありまして、はい、で、そうそう、去年の6月ですかね、うんうん、に、単身赴任で、そう、あれ、え、そうなんですか。そうですよ。あ、知らなかった。知らなかった。え、ずっとこっちですか。俺家族福岡に残したまま、俺わあ、
わお月が帰ってるけど大変だ。もうね、もう涙涙なんですよ。でなんかこの辺に羽がすごいバーって生えてますけど。今回交渉して出ていただいたという形になりますね。はい、誰かドロップにください。それ多分すごいリアルな望みですよね。意味が分からない。黒霧島一生でもいいね。はい、何でもいいです。はい、お願いします。来たらどうしよう。でもちょうど本当、はい、もうすぐ来月1年ぐらい経つ、ね。6月、そうそう。でも来たのはほら6月の末だから。ああそうですね、いろいろ引き継ぎ云々だと、こんな仕事の話していいのかっていうのはあれなんですけど、まあでもどうですか、東京は慣れましたか、慣れた、まあ、ちょくちょく、元から来てましたね、まあ、1ヶ月が来てたんですけど、ただ、地下鉄のこう乗り継ぎが、の乗り継ぎが長い、ああ、一駅歩くとかありますね、一駅歩くと、遠いなーと、銀座遠かったな、銀座からなんか降りて、間違えて降りて、有楽町まで行って歩いて遠いなと思ったから、嫌でもね、地理は身につきますからね、ただやっぱ、便利なのは、2、3分おきにほら、電車来るから、ね、地下鉄、いや、ここから見たら、何のチャンネル、あそうか、ヨーヨーですよ、ヨーヨーの番組でございます、すいません、こんなおっさん出てね、本当ね、申し訳ないですけどね、いや、もう本当に、なんとかなりました、ホピ会はやらないんですか、ホッピ会やるよ。やります。ホッピーを飲む会っていうのをやってるんですね。そう、ただ俺イベントやったのって今回初めてで、ヨーヨーのイベント関東では。あ、そうなんですか。ヨーヨーより小鉢がね、首をかけて臨んだ。そうなんですか。失敗したらだって社内でお前趣味を仕事にしやがって。あ、それビッグカメラさんのイベントですか。そうそう、東京に来てから初のイベントで、今まで何やってたかっていうと飲み会しかやってないんですよ。ヨーヨー的には忘年会をやるってなって、なんかこうツイッターでケンゴちゃんとやって、なんかツイッターでね、じゃあスポンサーなんかやってくれないって言ったら、ええでって来たから、調子こいてこれで鈴木さんもやって言ってくれないかなって言ったら、もうしゃあないなみたいになって、鈴木さんっていうのは鈴木ひろきさん、ね、うん、それでその後にちょっと別件でタカさんに、いやこういう風でスポンサーをってやって軽く言ったら、この流れでお断れるわけないじゃないですかって言われて、1時間で3社決まったっていうトントン拍子で3社決まったっていうのわけわかんないなと思って、豪華な景品でしょ、すごい、そうですね、すごかった、あれ23人だったかな、いや1人2個か3個持ってたりとかしてね、あれクリス君がえらい金額持ってたんだよ ね、 あれはすごかったけど、じゃんけんで持っていく、まあ大体じゃんけんしかやらないですね、何の話かわからない、分かんないですね、まあまあ細かくなってきた、飲み会のホッピー会、また東京会話の人はね、忘年会あればぜひ参加しましょうという、もうやりますので、はい、あとホッピー会っていうね、定期的な飲み会もやるはずで、もうそろそろ1年経っちゃうんでね、そうだ、はい、第2回がまだ1年経って1年ちょっとかかって、ちょっともうちょっと分かる話をして、分からない俺ああそうか、じゃあカラオケってもあるね、ヨーヨー的な話をして、ヨーヨー的な告知、なんか心に隠してる大きなイベントがあるとかないの。あ、今ね、はい、ちょっとね、いろいろ、はい、実はちょっと今日もその件でいろあるところに行って、はい、案件何個か抱えてますよ、ね、まあ、言えなくてもいいんで、言えないけど今、はいはい、思わせぶりにでもね、せっかく小鉢が東京にいるんで、ね、うん、あの九州あれだけ盛り上げて、東京で何の台風の目を何の雨を降らせるかっていう、いや社内的にもう、はい、ヨーヨーやってる人で通ってるんで、はい、社長からみんな、はいはいはい、なんで意外とやりやすいっていう、で今回のイベントで結構いい評価いただいたんで、はい、じゃあ今後もこういうイベントとかもっと違う大きなイベントとかができそう、ほんで今ちょっと別事業部と今手組んでちょっといろいろ今ふっと考えてるものがあって、うん、じゃあそれもなんかね、なんか決まったらまた、ええ、うちの番組でも告知できれば、今めちゃくちゃ勝手に考えてるやつがあるんで勝手に考えてるのが2、3件、妄想が形になるで、具現化してるからすごいですね、あ、大集合シリーズ、まあそうですね、はいはい、そう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 、あ、ほら、なんですか、大集合、ほら、大集合、それなしなしなし、よくわからない、仮面ライダーが大集合、そう、仮面ライダーやっちゃおうか、戦隊でもいい、話が全く見えないよね、見えない、意外とね、あの仕事と称していろいろ動いてるからね、これ、酒飲みのおっさんだけじゃないからね、まあ、今後いろんなイベントが できるかもしれませんので、皆さんぜひ頑張ります、はい、東京でも頑張ります、ご協力お願いします、活躍にご期待くださいということで、そんなことない、はい、すいません、ちょっとね、放送の段取り的に一回止まるかもしれないんで、ちょっと、はい、待ってください、今読み込みを直してます、大丈夫、はい、はい、大丈夫です、延長しました、延長したのね、あら、あ、そう、延長、もう30分経ったちゃうんですね、ちょっと初めのアイドルがあったんで、はい、なんかコメントで、小松さんお疲れ様って、この子いい子ですね、誰かいや、年寄り気遣う気持ちいいね、ね、えらい、褒められるの好きですよね、褒められるの好き、はい、今、今おいくつでしたっけ、43です、来年、来年、来年やばいじゃないですか、今年44なんです、今年44、いいじゃないですか、誕生日いつですか、10月です、じゃあ、ちょっとその日に合わせてヨーヨー作らないといけない、そんなんあんの、
じゃあドラアプリにください。嘘嘘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 。こんな汚い大人になったらダメだよ。いやでもなんかこの40を過ぎてヨーヨーがうまいっていうのはやっぱすごいな。いやいや、うまくはないですよ、もう全然もう。いやちょっ と, いやちょっとその腕前を見せてもらいたいなというふうに思うんですよね、やっぱり。言うてもだってほら数万ヒットの YouTube 動画をお持ちの方なんで、あれ俺のとこ一銭も入ってこないじゃないか。僕もあれ課金にしないであれですけど、ね、まあいいんだけど、店内でヨーヨー振ってる映像がね3万ヒットくらいしてますから、ね、俺知らなかったんですよあれ。いやいや、あれたまたま遊びてたけど、僕らが子供の時に始めたハイパーヨーヨーの時に俺売ってた、売ってる立場だったんで、売ってる、よう買うなと思ったね、あの時。本音が出てる。あの当時は仕事だったら買うな、はいはいはい、あの時はすごいあれだった。大変でした、あの時すごい出たじゃないですか。いや大変でした、だって隔週で俺認定員にならされて、はい、あ某百貨店の認定員やってましたから、毎隔週で70人80人とかさばいてた。わー、その時20代ってことですよね。25、6。おお、若い。入社してまだ 2,3 年とか。そうそう、その時で俺関西いたから。あ、入社2年目で関西飛ばされたからね。まあそれが19年ぐらい前ですからね。そ, のそう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 いうこと、うん、それはまあそれはスキルもアップしますよ。いやいや、あの時やってないもんだって俺、ジタリング好きだったもん。そっちだ。ジタリングだった。ジタリングとあのハイパーディアボロとあのやってたから、あジタリング好きだった。まあまあそんなところでですね、まあ、まあちょっとヨーヨーの実力をね、はい、ぜひぜひ小町さんのヨーヨーの実力を見せていただこうということで。何をすんの、なんか書いてた。SG チャンネルはですね、恒例の対決コーナーというものがございまして。あ、そうなんですか。はい、じゃあ前回 ね、はい、去年ゲストで来てくれた小葉、ひろこばくんね、うん、同じ小葉だから言いにくいんでしょ。ひろこばくんにも対決参加してもらって、はい、ここは対決するんじゃないの、ゲストが対決。いやいやいや、ゲストさんが来たからにはぜひぜひ。え、2対1とかなの。それでいいですよ。バカじゃないの。九州対愛知県。あ、いいですね。ちょっと寄ってたかってゲストをいじめる図で。やめてよ、もう何すんのしたら。じゃあちょっとちょっとじゃあ移動しましょうかね、これね。移動すんの。ちょっとこれ。これ前に出しましょう。何ちょっとすごいな。もうこれじゃ行かない。これじゃ行かない。ということで、とりあえずね。飲んでませんよ。飲んでません。飲んでません。すごい。まあやる技はね、僕とゆうくん考えまして、ちょっと僕が一回見せますね。はい。グリトラ、ラセーション、グリトラですね、うん、これをやります。はい、で、どうやりますか。じゃあ、何回連続できるかでいいんじゃないですかね。ちょっと小バッチが誰か知らない人もいると思うんで、うん、一回ちょっと軽くコンロで技をやってみましょう。普通に俺簡単のしかできないよ。いや案外ビビるんですよ。ちょ、普通に上手いんですよ。この人だっておもちゃ同様の人ですからね、皆さん、うん。別にいい年こいたおもちゃ同様の人ですからね。43歳ですからね。いや、だってビッグカメラの中で僕よりも余裕振り回してるんですからね。いやいや、違う、それは仕事で余裕振る。じゃあ適当に、じゃあちょっと、いつもの本部で。それでは参りましょう。それでは参りましょう。ほら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 、現役の動画だけで。僕あれなの、 YouTube の動画で、あ、なんだっけな、ラスレーションのあの有機スラックがある、あのグリトラあるじゃないですか。あれをやってるのを見て、おすげえと思ったんですよね、普通に。いや、あれは誰に教えてもらったの。あ、スーさんの技だった。スーさんというのは、うん、ああ、鈴木です。ラスレーションするじゃないですか。で、有機スラックに入るんですよ。で、グリトラ。おー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 、ありがとうございます。すいません、なんかすいません。いや、別にこの技別に簡単じゃないですからね。すごいです。これだけの実力があるおじさんということです。おじさんということです。いやまあ福山雅治でした。こんばんは。似てないっちゅう。何にも似てない。何にも似てなかった。カラオケめっちゃうまいです。え、コメントもすごい。あ、来てんの。ほら、事故現場ってなった。あと、皆さん、コメントくださる皆さんに、今のうちに、ヨーヨーが上手くなる儀式、罰ゲームを考えておいてください。はい、はい、では、まずは、じゃあその技を。おお、見にくいけど、グリトラですね、それね。これね、やりたかったんだよ、ハマコンで。え、もう一回やってください。え、いや、本当に簡単だ、俺もう。なんすか。あ、いや、ただ、こう、なっけ、あ、いけね。いけね。いけね。だから、こう、プレイ、あ、いけね。マイナスクリックか。カチカチ言わない。あ、ほらまた追加限定。緊張するんだろ、さって言ったら。今やりましょう。え、時間って大丈夫なんですか。いや、まだあります、ね、まだあります、ね、これやりたかったなっていうのがあって、こうかけるじゃないですか、うん、ちょっとで、こうしといて、このままクリックってシュッと。おお、シュッ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 。ありがとうございます。すいません。はい。
シーニーちゃんはそれね、それね、もう20年以上前のドラマだから子供わかんないよね。もう小鉢事故って書いてんじゃねえか。本当に事故だよ今日。本当にようゲストで呼んだね。ありがとうございます。じゃあどうします。とりあえず対決いきましょう。対決いきましょう。はい。はい。すいません。で、小鉢さんさっきの技できますよね。うん。セーションクリートラできる、できるけど。で、まあ、じゃあどうすればいい。どうしましょう。3回やって。3回やって交代。3回やって交代。まあ2人は。トータルで3人じゃないの。はい、どうする、俺が先行でいいのか。失敗したらそれはなしだけど、成功した人が 2回目、ね、どうする、よく俺に託していいのか。どうぞ。本当に、うん、俺は君を信用しているよ。まあ3回勝負で、はい、ではあの小橋さんコールをお願いします。それでは参りましょう。何対決っていうの。ラセレーション対決。はい、ラセレーショングリトラ対決。それでは参りましょう。ラセレーショングリトラ対決、シュンです。イエーイ。でかい、やかましい。嬉しいね。よいしょ。ほらおい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 、待てよシュン。おいおいおい、嘘でしょ。責任を責めるの。これなの。はい、これじゃあ2回やったら俺勝ち、はい、勝ちですね。で、スピンギャーさんから何かもらえるの。ちょっとドラブニールはあげられないんで。在庫がないので。なんかすげえこういうのとりあえず1回は成功させてくれ。いや、これやっぱね、緊張すると思うんですけどね。自分コールでいったから。はい。それでは参りましょう。俺まあ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 、2回目はね、やっぱり緊張しますよ。おお、もう一回。失敗するまでやったら。ちょっと、ね、連続いきましょう。何回できるか。4。おお、さすが。5。さすが日本最高学のや。ああ、5回。ああ、集中力切れた。ああ。やったー。ちょっと、いや、でもうちには最強なものいるんで。あ、そうや。ちょっともう一回やっていいですか。俺もじゃあ、今4回できました。はい、4回、5回、5回はできた。5回できました。ちょっと10回やれ。おおおお、10回とか。それでうち勝ちにしようよ。そうだ。あ、そうか、そうか。シューの罰ゲームだよ。あ、もう決定だ。個人戦個人戦だね。もう個人戦だ、個人戦だ。よし、行くよ。大体を開けたら2人ともだよ。ほら、いたー。俺いいか、ちょっと待って、マジか。俺一回はできたからね。俺、北の国からの掛け合いをやる。あ、それ面白い。マジか。皆さんから募集中なんでしょ。募集してんだ、罰ゲーム。やば。あ、女の子をキュンとさせる、を、あ、させる。それ川田優だよ、川田優の仕事。これは、もう。俺は一回できたから。じゃあ二人で壁ドンしよう。なんで。ああ、そうそう。あ、俺毎回一言みたいな。カメラドンか。いや、もうやめようよ。いや、こう女の子をキュン。これいいね。カメラ。だからどっちかが。いや、ゆうくんずっと慣れてる。ヨーヨーは全く関係ないじゃないか。あ、いやいや。いつもヨーヨー関係ない。関係ないでしょ。いや、なあ、もう。あれ、触れた禁止だよ。じゃあ、小マッチが振ったら、はい、振られた人が。それか、ゆうくんがさ、じゃあ俺、ゆうくんかっこいいセリフ言って、俺、壁ドンされる立場になるから。壁ドンじゃなくて、座っとくじゃん。はい、カメラドンでしょ。こういう状態だよ。昭和感。小町プロデュースに任せた。昭和感もさ。勝ってるから、なんでもありだよ。勝ってるから、なんでも当たり前言いたいもんね。次回ゲストの時に、叩きのめします。いや、だから、じゃあ、こうしといてさ、もう完全昭和だよ、昭和。こうしといて、耳元で甘い言葉っていう。完全昭和だよ、これ。いいのかな、これで。これ喜ぶ人は喜ぶんだろうね。喜ぶ人は誰だよ、喜ぶの。誰が喜ぶんだよ。ほら、ナイス小松さんって来たよ。ほら、この人多分昭和かもしんないよ。全くもう。ほら、なんでそこで iPhone 構えてんだよ。これはね、撮るべきだと思います、これは。これ、来たお前、後ろカメラでしょ。カメラすぎたぞ。カメラ。お、俺携帯どこやった俺。いや、探さないでいいから。俺携帯どこ。あ、だ。これは取らんばいかんやろ。俺どういう表情すればいいの。俺なんか落ち込んでる感じでいいの。いや、演出が入ります。嬉しそうにするんや。好きなっていうか、こうキュンと。俺何を言いたいんだ。俺は何を。これ恋愛系はね、やったことが。あ、じゃあ照れる。照れて、こう。なんかあるやん、もう適当やったよ、もう。じゃあ、パチ振ってください。じゃあ、それでは罰ゲーム参りましょう。どうぞ。どうしたんだ、そんなに落ち込んじゃって。俺のフィンガーグラインドで
元気になれよ。てるーふやさん、はい、オッケーすげえ。もう何ですかこれ。あ、後でインスタにやめ、マジやめてほしい。これはまずいマジ。え、ちょっと待って、これ YouTube 上がるとか嘘でしょ。いや、これはこれはマジで言ってんの。なんてこったこいつら。面白い、本当にもう。勝てばよかったん。いや、なんか僕はね、僕は勝った。いや、勝てばよかった。いや、僕に責任を負わないでください。うん、この人が一番できなかったですからね。いや、一発目からダメだったけど。あ、ちょっと俺今喋れないじゃない。俺巻き込み事故多いな。いや、本当事故だね。うまいっす。え？うまいっす。あ、ありがとう。自信ついた。あ、ありがとうございます。いや、嬉しいですよね。そうやって言っていただけるのはね。仕事してるのか不安になるくらい。あ、ちゃんと仕事しちゃいますよ。待ってますよ。してないと。トゥルー最高、トゥルー。うせ黙れみんな。な、何？あ、トゥルー最高、トゥルー。トゥルーってどういう意味？トゥルーって何？うせ黙れ、黙れお前。もう一番困っちゃってる。トゥルーってね、トゥルーってフィンガーグラインド。フィンガーグラインドっていう。ちょっとね。俺のフィンガーグラインドって何やねん。俺のフィンガーグラインドがフィンガーグラインドみたいな。ちょっと意味が夜の時間の会話。そうね、もう9時だけね。9時過ぎましたからね。はい。すごいね。いい仕事でした。ああ、よかった。まあ小橋さんがね、輝いてくれてよかったです。いやいや、ごめんなさい、適当になっちゃった。いやいや、本当すいませんね、ごめんなさい。ではですね、ちょっとすいません。次回の告知をさせていただきます。次回が5月24日になりますね。5月に関しては、まあ今日もそうなんですけど、第2、第4になってます。第2、第4の火曜日になってます。で、6月からはまた戻って第1、第3火曜日に戻りますので、で、またゲスト俺出たいですね。いいですよ、レギュラーでいいですよ。毎月1回か2ヶ月に。いや、皆さん、見てる皆さんが告知があればいつでも来てください。告知があればね、飛び入りでもいいんで。なんか告知を。そうだね、それですね。いっぱいあるでしょ、これから。いっぱいあるよ。で、まあね、今後、まあちょっとゲストをね、いろいろ迎えていきたいと思ってるんで、ね、まあいいことだと思います、本当に。もう本当に。まあメーカーの方とか。でも、普通のゲストは5分くらいで退場するんですよ。そうっすよ。最初から最後までゲストあんまりないですよ。こんなベタつきないですよ。多分ね、ごめんなさい。うちの番組で今まで最多出場は三村です。ミームです。そうですね。今日もいるんですけど。今日もいるんです。小鉢も準レギュラーで。準レギュラーでいい。じゃあ皆さんがいいよって言ってくれたらいい。あ、小鉢さん準レギュラーってもうここで言われちゃってる。でコーナーで作っちゃう。小鉢のなんとかコーナーみたいな。小鉢のぼやきシリーズ。ぼやきシリーズ。あ、いいですね。そこだけ収録で。収録で。ああ、いいですね。ジングルっぽい。それ面白い。ラジオっぽく。とりあえずずっとこう暗い部屋でずっとスーパードライ飲みながらこう映ってるっていうこういうやつやろうかなと。映像でこう。それ会社の方に送っていただいてる動画。あ、それまずい。それまずい。会社はまずいからやめて。もうヨーヨーはヨーヨーだからやめましょう。うちの会社の方に。小鉢コーナー希望。マジか。小鉢の誰が言ってんだ。ヨースタに期待。あ、今年やる方向性で動いてんだよね。あ、それちょっと告知してください。あれ、東京で。いいか分かんないけど。いや、東京ではやらないですよ。何です。とりあえずいろいろで、まだどうなるのか分かんないですよ。まあでも、何かしら動きがあるかもしれない。そうちょっとおいちゃん遠隔操作っていうのがあるんで。分かりました。まあパーはまたやりたいですね。ヨースタイルはね、頑張りたいなって思って。はい、ありがとうございます。これあと何分ぐらい。あと何分ですか。まあ使い切らない。まあ大丈夫。はい、ちょっとね、またまあ前回のキッシーもそうなんですけど、5月、今腕が折れている店長さんが誕生日になります。おそれで、誕生日のプレゼントを用意しております。おっ、すげえ。Happy birthday to you. で、そこでサプライズで俺にドラープにいるっていうのがあるじゃないですか。違うの？ないの？ちょっと。あ、すげえ。今回釣り竿ではありません。お、ドローンだ。ドローンみたいなラジコンです。ドローンみたいな。USB で充電できるんだよね。これメーカーどこ？だってもうメーカーが気になっちゃうんだよ。職業病。職業病。CCP じゃないですよね、多分ね。あー、はい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 。こちらの店主さん、いつもメカニックをやっていただいている店長さんでございますが。店長さん、どうぞ。俺はいいの。僕はこういうの全然出ない人なんで。なぜ腕が折れているかというとですね、はまこんでですね、骨折しました。何歳になったんですか。今年40歳。おめでとうございます。ようこそ。いや、だってそうそう、ヨーヨー界に俺と同じ人全然いなくて。ああ、40歳、いねえなって。
変なおっさんがおるから大丈夫だよ。変なおっさんがこちら、おめでとうございます。多分今の状態でも使えると思うんで、はい、使ってください。いや、そっか、こういう状態でできるのか。そうそう、はい、ああ、ゲームはできる。まあ、これは飛んでるところ僕も見たいんで。はい、これは撮影とかできないの？わかんないですね。それを改造できるのが店長さんだと思います。はい、じゃあやります。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。はい、本当大事に、はい、5月の何日ですか？15です。15日らしいです。15日、はい、51年5月15日。わかりやすい、うん、昭和50年なの？51年5月15日です。なんか51年です。俺47年って一気に昭和感増すよね。なんか俺嫌だなと思って。なんかすごいね、51年だもん。春店長も5月じゃなかったでしたっけ？あれ、そうだっけ？僕は19日に30歳になります。ああ、30なの？30なの。おお、ありがとうございます。そうか、19か、30歳。ああ、もうあれで40までゴロゴロって。いや、もう今でさえ早いっす。早いよ、1年が早いもんな。早いっす。じゃあちょっと、じゃあ次回の SG チャンネルでは盛大に何かお願いしますか？いいですね。ヨースタマン来るんじゃない？あ、来るかもしれない。高がりだなぁ。ヨースタマンが出たがりなんだな。ね、マスク新調してくるよ。多分あの、多分今度重心サンダーライガーになってるかもしれない。いろいろパワーアップして、水道橋あたりで売ってます。で、3回目はあのなんかあのウルティモドラゴンとかになってるから多分大丈夫。多分ね、これ本当分かる人しか分かんないからね。ウルティモドラゴンとかさっぱり分かんない。これヨースタマン誰か分かんないんだよ。あ、そうですね。そうそう、謎だから、はい、謎、もう謎。おい、失笑だぞこれ。出たい、出たがり、出たがり、はい、出たがりな40のおっさんっていうね。出たがり、まあちょっとね、今月4月もそうですけど誕生日が多くて。あ、はい、うん、おめでとうございます。スピンギアスタークもね、こう高齢化に進んでおります。そういう言い方はよくない。でも若いね、メンバーもね今入ってきてるんで、うんうん、ちょっとまあ、あの今、あ、あの正式には発表は、ミーム5月12日じゃないの？あ、ミーム5月の。あ、ミーム、ほら、ミーム、演技科様にしてる。3人、3人なの？あ、3人5月ってこと？すごい。5月、5月12？はい。あの、5月12ということはですね、以前うちでバイトしていたジョン・アンドというね、元世界チャンピオンっていう男の子がいるんですけど、うん、それと同じ誕生日だよね、5月12日。林家ペイみたいだね、なんかね。すごいね。うまいね、すごいね。林家ペイパーコ知ってる子も少ないですからね、これも。多分俺が今喋ってる全部昭和感満載だと思う。昭和感満載。本当に申し訳ないなと思うんですけどね。私と一緒。はい、はい、はい、完全にまとまってなかったですね。なんかごめんなさい、ね、まあ、いい、あのゲストさんが来るとね、いろいろ盛り上がっちゃう。小町さんを迎えて、いろいろ、はい、すみません、出たがりで、バタバタバタと、はい、してしまいましたが。あら、出てこないんじゃない？出こないですけど、僕ら終わった後、なんかどうするのか分かんないですけど、私の終了後のヨースタマンのお楽しみ、なんかね、ちょっと呼んでみる？ヨースタマンのね、なんか、ヨースタマン、おお、ちょっと一回終わりましょうか。一回終わりましょう。一回終わりましょう。一回終わりましょう。ひょっとしたら何かあるかもしれないですけど、ね、じゃあ一旦締めましょう。はい、次回は18回目になりますので、ぜひご覧ください。はい、では今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。すいませんでした。すいませんでした。はい、これ音声は入ってるんですね。はい、はい、ということでありがとうございます。じゃあ、しゅんくんお疲れ、しゅんくんお疲れ、お疲れ様でした。第17回でございました。どうすんの、どうすんのこれ。なんだよ、え、映像も、いやあ、もうじゃあこれ撤収を始める感じですかね。はい、そうですね、もう片付けましょうか。はい、そうです。お疲れ様です。皆さんありがとうございました。うん、まいったな、始まるのがお精神ほんと、まいったな、ほんと。なんかトラブっちゃって、もうどうしようかなと思ったよ。リアルだ。あー、もうほんと、あー、使った、ほんと。あっ、ありがとうございました。ありがとうございました。正体バレております。これでええやろ。